あ、でも結構少ないじゃん、水。お、いいですよ、先に。すげえゴリいっぱいおるやん。ゴリじゃねえな、これギルか。なんかちぎるがおるっぽい。うん、ギルやね。バイブレーションは？バイブレーションバー。雨の影響がどうなんやろうね。右左どっち？あ、でも右あれいけんよな、多分。いや、思うや。いけるんすか？あ、せえな。イエーイ。なんか。お？え、釣った釣った嘘やろ、マジで、早いね。アベレージ？いやいやいや、小さ。今シーズン俺最強やるね。師匠の言う通りこれ買ったやん。おう、フォーセップ、うん、どうす、師匠信者みたいになってる。いや、普通に便利やんか、それめっちゃ便利これ。なんでもっと入ったんですか、あんだけ目の前で使うような匂いって。便利ですよ、そんぐらいのサイズ釣ったら便利よな。めっちゃ便利ね。さて、本日は友人チートの兆候になりますけれども、初場所です。とりあえず巻物タックル1本持ってやってみようかなって感じでやってます。こういう石だったらさ、うん、乗りたくなってるね。なんその同意を求めようの。マジで？お、釣れたやん。あれ？サイズ下がった？下がったかもしれんな。フロントフックだな。お？こっちには来んけど。何、レベル5ビッグの方がいいのか。そういうのあるんかな。あるんかな。着水してすぐ巻きよ。いや、そこまでしない。あー、釣れんな。この辺いそうやけど ね。どうなんやろ、もうぐる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 しよんのかな。あ、じゃあもう自己狙いやな。食った？え、これいけんの？いける。あ、まあいけるか。こっち側サイドは、うん、比較的もうずっと浅い。あっちが水深ある。あ、そうなんや。うん、変わらず。一匹ぐらいおるやろって感じだけどね。あ、来た。あれ？あ、割れた。ワンチャンこの池のアベレージこれセット。これはちっちゃかったな。一匹落ちたけどね。いや、俺でかいの見たよな、向こうで。あ、マジで？うん、あのこの前来たんだ。ダウザーもでかいのつった。ダウザーもでかいのつった。50近いのつった。え、マジで？おるんや。ちょっと痩せとったけど。ちっちゃかったよ。ちっちゃかった。アジやん。やべ、苦かった。あ、外れた。でっかいの釣りてえけど、なん狙いやったら坊主かもしれんけどね。そうだな。二人とも、あ、お、ちょっとでかい。おし、やっぱおったわ。お、でかいじゃん。気におったわ。いいやん。ちょっとでかいやん。ちょっと買いだったね。レベル5ビッグか？レベル5ビッグ。木？あの木やったね。あ、木あつかかって、ドルンってやって、ドンってきたわ。いいやんか。ダメやな。音ダメかもしれん。音ダメ。うん。二人ともバイブレーション使ったらダメやな。どうしよう。なんかそんな持ってねえしな。プランクとか？ある。けど使いづらくない？まあいいや。浅いからな。一気に。パワーダウンさせよう。タイニークランク。タイニークランク。お前の後からやるよけんな。そ
そうやな。それはあるわ。それはあるかもしれん。ピッコロ出た出た。森蔵さんが作ったやつ、新しく導入しました。釣ったこともないです。あ、そうな。うん、使ったこともない。初おろしです。動きを見たぐらいしかやったことない。ピッコロダイブシャローね。ダイブシャローって、ダイブシャローっていう名前。そうそうそう、ダッソ。え、ね、ダイブってこれ潜るのダイブな。あ、潜るのダイブ、うん、ダイブじゃないよ。ダイブじゃないから。いや、俺もそれ多分もじってるなとは思うけど、うん、ちょっと絶対意識してる。絶対意識してると思うけど、釣り系の名前ってなんかちょっとそういうのあるよね。あるけどさ、ダッサとか言うの、まあ、ピッコロもあれやけど、名前的に。そうやな。そうやな。だからドラゴンボールっぽい。思ったけどそれは。あ、ちょっとジリオンには軽すぎるな。あ、ジリオン使ってる。うん。軽いっす。投げずれ。使えんことはない。使えんことはない。やっぱあれなんかな、SV スクールの恩恵なの。どうなんやろ。ジリンはあんまりその恩恵感じないんだよね。うん、ステージ全然違うけど。あ、ステージは本当別格よね。別格よあれ。絶対わざと別格にしてるやろ。あ、なるほどね。ちょっと絶対ジリンあたりからランク落としてるでしょって感じ。あれ、ステージ一回触ってジリン買ってみようかなで使ったけど、えっ？えってなる。うん、そうなると思う。うまいな。うまいわ。秋ってさ、うん、パワーフィネス的にはどうなの。パワーフィネス一番向いてねえと思う。やっぱそうでな。うん、昨日使おうと思ったんやけど、防水してるからいいかなと思ったんやけど、カバーにおらんやろ。そうなんや、結局使わないと思う。うん、冬はまた別やけどな。はぁ、使う気にならん。買います。どうしよっかな。クラフト来た？でかくね？あ、待て待て。俺まだつって見てね。目の前でボイルした。マジで？投げていい？浅ましいけど。あ、目の前ってそこ？そうそう、もう本当そこ。今投げてる。え？来んよ。まだおる？マジで？あ、寝がかりました。ちょっと。おお、来た。あめっちゃそこで食ったわ。乗せていったぜ。ちっちゃ。やっと持った、合わす。ちっちゃ。餌やん。え、だってルドラぐらいのサイズしかないよ。そうやな。ちっちゃ。あ、落としちゃった。手滑っちゃった。めっちゃ速いよ。元気いいよな。元気いいな。めちゃくちゃ元気。飛んできたわ。軽すぎて。手前で来た。手前で。ブルフラ釣れそうやな。そうなんすよ。ワームやったら腰しんどそうやな。しんどい。あ、もう全然あれなんやな、状態起こせんのやな。起こせんな。あ、ぶね。ちょっと水深あるんやな。ブリッツマックス。あ、出た。でかいブリッツ。でかいブリッツ。来た。いや、滑りそうになった。ああ、なるほどね。来た。あ、違った。え、違った。違った。ラインがパンってあったけど。歯型は？歯型？うん、いや、歯型ついちゃおう。あ、俺当たったわ。よっしゃ。でかいし。あ、暴れ、何しとんねん。余裕かました。でかかった。
40ぐらいあったよ。あ、やっちゃった。やったな。何しよう。なんかちょっとあ、来た、歯型ついちょらんとか言いよったら当たったわ。いいとこにおるね。油断してしまいました。あ、ごめん、その辺はやるっけ。うわ、でかかったな。やってしまいました。痛恨のミスです。あーあああなんか今パターン落としたやっちまったからね、割れたかな。大丈夫っすか。おろしたてなんやけどな。おろしたて、うん、おろしたて割れたら泣くな。おっしゃー、今の木やったかな。ズンってきた。トゥン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 ってきた。バスやねかな、うん、でもなんかこう木の枝がポヨンってなった感じにも思えるわ。どうやろう。いや、ここはあれやな、多分この池で一番やな、うん、ライトリグ持ってくればよかった。ここ猫リグバやん。いやー、やっちゃった。痛恨の2ミス。あれ？針ついちゃう？針ついちゃうかな。下ろしてってないけどな。ピンピンなはずやね。ピンピンなはずやけどね。あ、いや、どうやろう。たまにさ、なんかここの針は悪いとかあるやろ。あるやろ。このメーカーのこの針クソやな。まあ、の針。え？はゴミです。おでかい。あ、ミス3つ目。100% 当たりやった。残念。お、来た。ちっちゃい。ちっちゃい。おいおいおい、お前の母ちゃんどこや。イエーイ。よし、冷た。めちゃくちゃ冷てえ魚が。ウェイ、2匹目。あれを食うバス食ったんやけどな、さっき。あれを食う。やっちったよ。またここはリベンジやな。ここ？ああ。せんかった。場所覚えた？場所は大丈夫やろ。多分どうやって来るんやろな。まあ、ここがどういう場所かも分かったし、次行けるでしょ。ここってサライキみたいなかな。サライキなんかな。山間部のサライキ。山間部のサライキみたいな感じだな。ああ、終わろう。撮影終わる。終わります。お疲れ様です。この池はまたリベンジしに行きます。あ、何やねん、何やねん。